決勝出て、まあ、いろんなこともあったんですけど、それこそそのそれこそなんかそのファンの人からね、はい、その決勝見て、はい、いろいろまあ面白かったですとか来んねんけど、ああやっぱこの性格上やから、やっぱまあさっきのニューヨークさんじゃないけど、ああむちゃくちゃもうそのなんて冷やかしのが来んのよ。ああもうお褒めの言葉の倍以上来るねん。ああ多いのはもうクソ中学生ですよ、はい、クソ中学生、小学生はまだツイッターとかやってないね、中学生ぐらいはいっちゃ送ってくんねん、はいはいはい、トップの割には思んなかったとか。へえ。だから返事が欲しいんでしょ。まあそうやろうな、うん、おーいとか、あおーいとかマジムカつくな。おーいね、なんでそんなちょっと遠くにいる感じやろ。あ私はイエーイがいっぱい来ます。おーいとかイエーイとか、ちょっと顔が気持ち悪いとか、まあなんかそういうのバーって送られてきてて、その鬱陶しいなと思って消してたら、消してたのその中学生みたいな、その、中学生みたいなピースしてるアホみたいなプリクラを撮ってるやつが、ああのアイコンのやつがいて、ああそいつなんかその、松本人志87点とか言って、なんかその俺らがつけられた審査員の点数をバーって羅列してって、で最後まで9人かあ7人か書いてたのよ。なんやこの新手の煽り方はと思って、ムカつくわと思ってブロックしようとした瞬間、今度動画送られてきてな、動画でもこいつらバカにしてくる気かと思って、うん、でそのどんなんやろうと思って開いたら教室が映ってて、で教卓から教室を見た、よくあるそのドラマのアングルというかね、はい、あーある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 、あのアングルで、だから松本人志さん87点、博多の村大吉さん92点バーって書いてて、だからその並んでる30人ぐらいの生徒が僕たちは100点って動画を送られてきて、うわいやいい、これはいい動画ですね。これは嬉しかったね。これ保存した？いやまあその保存はしたし、あやくフォローも仕掛けたけど。